日本初となる水素とバイオ燃料で動く旅客船の内部が北九州市で公開されました。海上をゆっくりと進む白を基調とした船、旅客船のハナリアです。20トン以上ある船としては水素とバイオ燃料を使って動く国内で初めての船です。船内このように広々とした空間が広がっていて、ゆっくりとくつろぐことができます。ハナリアは脱炭素化を目指す東京の海運会社が中心となって作った船で、化学燃料を使う船に比べて二酸化炭素の排出量を 53% から 100% 削減できるということです。視察に訪れた北九州市の竹内市長は、思ったより静かだし滑らかな感じで、今まで想像できなかった世界がこの船でね形になってる。これはねすごく楽しみですよね。先月27日に行われた実証実験では、響灘沖にある洋上風車までの往復およそ30キロを二酸化炭素の排出量ゼロで成功させています。ハナリアは今月10日から北九州市周辺を周遊する観光船として運航する予定です。